あの朗報です。はい、あのエリトラ直せます。マジ？いや、やりました。いやいやいや、僕もなくしてるんだよ。いや、ないんだよ。私がエリトラ2つ持ってますから。さすが園長。え、なんで直せんの？あのファントムの皮膜はこのバージョンではないんですけど、はい、その代わり牛の皮で直せるみたいです。あ、そうなの？ぬるゲーじゃん。割と短い。割と短い。最新作になってファントムの皮膜じゃないとダメだよってなったってことかな。かな、なるほど。そうそうそう、だからこのエリトラあげますよ。やったじゃん、エリトラキやったー。皮作っちゃうぜ。ほんとだ、皮5個ある。おお、完全回復です。でもさ、はい、前回大反省したわけですよ。はい、エリトラじゃなかなか到達できないということ。確かに。そこでね、今回僕は、はい、そのためにモッド持ってきたから。いや、マジ？え、偉いでしょ。さすがエリトラキ。モッドクラフト42回目にして初じゃない？ようやくモッドクラフトスタートです。それを目的にしたモッドを持ってきました。さあ、開けてください。これはかっこいいぞ。開けるぞ。どうぞ。オープン。お、あ、これはやばい。イービルウィングスとかかっこいい。ドラゴンウィングスとかかっこいい。もちろんコウモリ。きた、かっこいい。きた、これマスターか。お、これ飛べますよ。飛べるんですか？飛べる飛べる飛べる。え、飛べない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 。あ、飛んだ飛んだ飛んだのか。あのね、ペンタでも羽はね、パサパサ動いてんだよ。なるほど。ね、ちょっとエスケープボタンを押して設定で、はい、一番下フライって書いてあるんだけど、これをね、なんか適当に。あー、自分の好きな。あ、じゃあ俺これ R になってるから、このままでいこう。俺も R でいいや。おお、できた。飛んだか、園長。あ、園長飛んでる。園長すげえ、羽の動き。フライング園長だ。かっこいい。え、これめっちゃよくない？これめっちゃいいでしょ。これすごい。でしょ、もうエリトラゴミ箱に捨てようぜ。いや、かわいそすぎだろ。おお、すごい。え、でも待って、え、一つ重要なものが。どうした？体力の減りがやばい。え、嘘。え、これもダメなの？あ、ほんとだ。腹持ちのヘリエグいよこれ。これやばいやばいやばい。これ大量のパンを持って旅立つのか。大量のパンだよこれ。なるほどね、なるほどね。そういうことか。てか待って、あれだ、体力1の状態で飛べねえんだ。そう、なんか3ぐらいから飛べなくなり始めるよ。落下した落下した。残りハート半分。危ねえ。若干使い勝手悪いな。若干ね。まあでもエリトラよりは。そうだな、まあ、そのいきなり落ちるってことないから。そうだよね。そう、これでもう一度旅立つしかないか。じゃあさ、うん、大量のご飯作ろっか。大量のご飯作ろう、うん、給食レベルで作ろう。給食レベルで。俺結構食料いっぱいあるな。マジか。あとね、ラジオの時間でね、はい、レンガをたくさん集めたんですよ。さすが、さすがだ。これで修復しましょう。確かに修復したいね、そろそろ。確かに。あの、これ装備してるだけで高いとこから落ちても全くダメージないのいいね。そっか、落下はしないってことか。実情の。それは強い。テントのためにある。それのためにあるようなもの。オッケー、これで白地の地図、略して白地2つゲット。ペント、はい、その地図をよこしな。あー、待って、エンダーチェストの中じゃないかこれ。おい、ちょっと待って、どこいるんだよ。 今牛狩りしてるから、ちょっと待って。おい、それその工程最後にできない。食べ物を一回取ろう。牛飼った方が早い。どうだろう、どうですか園長さん。どうでしょう。牛の方が早いと思います。さすがにこれで森の妖怪は見つかるでしょう。さすがに見つけたいところ、うん、結局どっちの方角なんだろうな。それは分からないんだよね。そう、多分園長が行った方にあるよ。おそらく3人でじゃあ園長の方行こうぜ。いやいやいや、ペットだけ逆方向。なんでだよ。よーし、俺の部屋の横の壁をレンガにしました。あのゾーンか。まさかポピーは。ポピーは殺した。ポピー。あそこに埋まってたよね。死んだかポピー。よくポピーの存在を覚えてたな。あの、鼻の位置は把握してるんですよ基本。もっと覚えることあるだろう。それだけでいいんだ、俺が覚えるのは鼻の位置それだけ。やばい、肉取りまくってたら完全に迷子になったので座標教えてください。600の1800。600の1800、ありがとうございます。これすぐ飛んで上に行けるのすごいわ。
800の1800あっちか。そうだよね、助走とかさ高いところから飛ばなくちゃいけないとかそういうのないもんね。ない、マジですごい。食料集まってきた？はい、あと2分で焼き上がります。じゃあベント君、はい、地図をよこしな。地図だ、そうだそうだそうだ。それでは地図を配ります。イエーイ。ベント君、はい、はい、ありがとうございます。園長君、はい、おはようございます。出たよこの地図。この分かりづらいやつ分かりづらいやつめちゃくちゃ端っこに寄ってるやつ。さあ今こそ我々の実力を見せるときはやってまいりました。ついに来たな。それでは、はい、チーム割を発表します。もう決まってるんですねドキドキ。園長ユンタルキー、おいベント一人、つらいよベント一人、つらい。ベントは引き続きマイナス方向にお願いします。わかりました。頼んだベント、任せてくれ。大逆転するかもしれないから。全然あり得るからね、逆転絶対。園長がある、うん、いる方だからさあ行くぞ。行ってらっしゃい。僕は2コーチ落とせたら行く。行きます。あれ園長来てないんだけど、じゃあこっちから行こうかな。ちょ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 園長がここで裏切る。そしたらそっちにあるんだって。よし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 、そういう世の中なんだって。イエーイ。あー落下する。落下でも早いな。こう早くない？結構早いね。鬼の速さじゃないこの食料。めちゃくちゃ減るぞこれ。大丈夫かな、不安になってきたな。結構不安だよね。結構不安だよ。全ロスは視野に入れてる。全ロス視野に入れてんの？もし君。いや俺は常に入れてるよ、いつも。どんな場面でも入れてる。結構持ってきちゃったなアイテム。我視野に入れてないな。園長全ロスしたら面白いな。全ロス全ロス。お前らは味方か敵かどっちなの？いやなんかそっちだけはそうだよな。来た来た来た。そっちだと思ってたんだよな。後出しなんだよな。よしペンティが前回行ったところぐらいまで来てるよ。え結構早くない園長？早いな。そうマイナス5000。まだ俺マイナス2000だ。何してんの？寄り道しまくってる。ちゃんと向かおう。すごい、山のてっぺんに一本だけ木が生えてる。まさか白樺。白樺。いやタイが違うんかい。でも本当もう一本松状態。そこに俺苗木植えとくわ、次行った時。カバの苗木に植え替えとく。カバに変わってんだ。次来た時はカバに変わってるんですよ。侵略みたいな。旗立ってるみたいな。そう旗立ってる。本当にあるの？これ疑っちゃうよね。これモッドの力使ってるからいいけどさ、うん、無理だよねマジで。自力だったら無理よこれ。これモッドクラフトじゃなかったらやべえよ。やばいね。あれなんかどうした？え地図上玉でかくない？あ僕だ僕。何？おお。何？マジ？よし来たー。うわー。ほらー。はい園長、僕を裏切るから。ホラーって何？逆そっちじゃねえとかずっと言ってたのに。ホラーこっちなんだよ。マジかよ、負けたか。えそれ何？え近いから球がでかいってこと？多分えそうなんじゃないの？そうじゃなかった。怖いよね。ほら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 、あった。世界が本当だ、生成されてきてる今ね。森木、あ見つけた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 、やったやったやった、見つけた見つけた見つけた。530の17500。1万7000か。17000。これはネザーを飛んだ方がいいかもしれないね。確かに。じゃあ我エンダーチェストで。何何？やばい、園長引き返してくるかと思ったけど、まさかのエンダーチェストで。あいつちゃんと用意している。冷静すぎんな。じゃあネザー行きます。オッケー、はい、プラス方向だよね X が。X60Z2184。 これいやネザー飛ぶの怖いな。怖いですね。いやそうだよ、ペンと気をつけて。危ない、危ない、危ない。マグマの海スレスレを飛んでいます今。やば、ちょっと待って、これはちょっと怖いな。あ待って、ああやばい。園長、ええ園長、園長、どういうこと？マジかよ。マ
めちゃえぐい量のダイヤ装備を失ったわ。話っす、修繕がついたダイヤアーマーとかも死んだ。おーいい退化したな。結局退化する本日も。行きましょう。行こうぜペンタさん。はい、こっからひたすら2000まで飛びます。怖いよ怖いよ怖いよ。ついてくよ、とりあえず延長に。体力気をつけてね。了解了解、体力は常に気を配りつつ。すげえな。それで俺は死んだから。オッケー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 。もうパンのとこずっと右クリックをしてる俺。ちょっと右にずれよう。了解。寝剤要塞、寝剤発見。やばい、延長見落とした。終わった。それは終わりだ。終了のお知らせだこれ。寝剤要塞の奥です。あれ延長、座標どこだっけ、あの目的の。なんだっけ、2100とかだよね。2184。オッケー、俺今2100。オッケー、ここだな。ちょ、その真下から多分バレー登場する。大悟男の手彫りしてるからな。あ、園長だ。どこにいる？園長のネームタグ。我はその下から現れる。オーペンティ。あ、園長。いや、出会えた。よし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 。よかったー。来てくれ。もうちょっといるだけ待っててくれ。じゃあ作るぞ。お願いします。よし。来た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 、完璧だ。ドン。よっしゃー、来てくれ、行くぞ。よし、ゴー。来たか。悪空間バブルを完了。空間バブルを完了。なんか変なところに。お、羊羹発見。 あそこだ。そんなところにいるのか君たち。目の前 にどこか。いや、来た来た、羊羹だ。僕が分かりますか、この羊羹の屋根のところに。お、犬だらけ発見。なんか空飛んでるやつ。あー、来た来た来た。おー、ちょうど夜だ、ちょうど夜。この墓標は何？これは自分で建てた。自分で。あ、我ベッド持ってき忘れたわ。あれ、犬たぬきのベッド1個持ってきた。ちょ、今すぐ狩りだ。あと1個、あと1個だ。羊3つ。待ってくれ。オッケー、回収。よし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 、寝るぞ。かっこいいな、カラスみたい。かっこいいんだよね、あいつ。ほなさい。おー。じゃあ、おやすみ。おやすみ。おやすみ。